はい、どうも、アダムの店長の渡るです。黒魔道士リトルキング拓也です。1ヶ月前に拓也くんがやってるバンドのフリーマンの簡易 MV を作ったじゃないですか。はい、あれはなんて曲でしたっけ。あれは偽物ジェームスって曲ですね。偽物ジェームス、はい、偽物ジェームスの MV を作ったんですけれども、はい、それを YouTube に上げたら、なんか次の日YouTube の方に連絡が来てて、はい、この曲は著作権を侵害してるんじゃないかと。はい、来てました。パクってんじゃねえかと。パクってんじゃねえか、パクってんじゃねえか、これ俺の曲なんじゃねえかみたいな感じで、はい、連絡が来てですね、はい、それフェントン・ロビンソン、フェントン・ロビンソンさんですね。そうそうそう。で、まあ、ちょっと僕らも、みたいな、タクヤどうなってんだよみたいな、はいはい、感じで、ちょっとね、フェントンさんについてちょっとこう急いで調べて、何が似てるんだろうなと思ってちょっとそれ聞いてみたんですけれども、ね、はい、フェントン・ロビンソンさん、フェントン・ロビンソン、サンバディ・ロー・ミア・ダイム、ダイムですね、サンバディ・ロー・ミア・ダイム、はい、もう一回聞いてみましょう。はい、これ全く似てないと思って。全く似てないですね。どっちかというとちょっとジミー・ヘンドリックスの方がフェントンちょっとパクってねえかみたいな。フェントンがやってんじゃないか。フェントンやってんじゃない。まあ、ちょっと若干ちょっとフェントンもちょっとフェントンもだいぶまあ僕らもとりあえず偽物ジェームスは、似てませんと。そうですね。フェントン・ロビンソンパクってのはそもそもあなたをごめん知らないんだ。知らなかったです。すみません。知らなかったすみませんということでね。今日は YouTube のうちのねあれを見たら。はい。告訴が取り下げられております。なるほど。だからじゃあフェントン分かってくれたんだなと思って、ね、分かってくれましたね。ただなんかやっぱちょっとまあやっぱちょっとモヤモヤする部分はやっぱ正直あって、はい、てか、まあ、なんで似てるっつったのかなと思ってね。そうですね、まあ、フェントン全然似てねえなと思って。全然似てないです。というわけでね、我々フェントン・ロビンソンについて調べました。はい、調べました。いろいろ調べました。どういう人なんだろう。そうそう、どういう人なんだろうなと思ってね。サンバディ・ロー・ミア・ダイムでさっきのね、はい、やっぱ代表曲みたいなんですけどもね、はい、どんな曲なのか、はい、彼女と別れたのを後悔して、はい、昔の自分に電話して思いとどまるように言いたい、はい、電話をかけるためのダイム、コインをくれ、ダイム効果を貸してくれっていう曲みたいですね。なるほど。昔の俺に電話したいんだ。電話したいんですね。だからまあ別れてみたら、はい、まあ、結構いい女だったんじゃねえかみたいな。なるほど、そういうことですね。まあ、フェントンもフェントンでやっぱいろいろあったんだよな。多分いろいろありましたね、フェントン。別れちゃったけどね。そうですね、いろいろあったみたいですね。偽物ジェームスはでもなんか、なんだっけ、なん浮気。あ、そうです。自分が浮気された時の歌ですね。浮気された時の歌。プペリットパローのアンダー、東京アンダーグラウンドも浮気された時らしいですね。なんなのお前ら、マジ。まあでもそれがブルースなのかな。でもそうかもしれない。やっぱちょっとね、やっぱ昔の女に未練がやっぱあるみたいな、そういうところをやっぱ歌ってくっていうのが、フェントン・ロビンソンもプペリットパローも、はい、フリーマンも、そうですね、ブルースなんですな。じゃあそれを踏まえて、はい、フェントン・ロビンソンを聞いて、はい、今日お別れしましょうか。はい、そんな悪い人じゃなかったですね。フェントンはさ、はい、お金を借りるときにさ、はい、サンバでロミアダーって言うわけっていうことですね。っていうことになりますね。誰かちょっとお金貸してくれ、貸してくれ、ちょっと昔の自分に小銭貸してくれみたいな。そういうことですね。和訳で言ったら誰か俺に小銭貸してくれ。そういうことです。誰か俺に小銭貸してくれ。昔の女に電話したいんだ。そういうことですね、うん、すごいなブルースな、やっぱな、すごいですね、うん、やっぱり。じゃあ、うん、そんなフリーマンのライブが、はい、今週あります。あります。今週はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。